こんにちは、品川です。今日は、結果が出なくても OK っていうお話をします。今ですね、マレーシアのクアルルンプールっていう場所で、到着しまして、そのホテルで、この動画をですね収録してるんですけど、実は昨日、成田のホテルでですね、同じこの内容を話して録画してですね、YouTube にアップしたとこまで行ったんですけど、音声が入ってないっていうことに気づきまして、急遽同じものを撮り直すっていうことになりました。まあそれはどうでもいいんですけども、結果が出なくても OK っていうことで、まあこれを聞くとですね、まあそんなこと何ですかそれっていう感じで、僕は結果出したいですよっていうふうに思うかなと思うんですけど、まあ、これどちらかというとですね、まあまあ、この何かのビジネスとかにすで、に始められててですね、でなかなか結果が出ないとか、まあ結果が出ないってことは行動が、少なくなってしまってるとか、できてないとか、弱くなってしまってるとか、まあ、そういうところに、そういう現象が起きてるんじゃないかなと思うんですけど、まあそうなるとですね、こう自分はダメだって思ってしまったりとか、あとはこう質問とかコンサルとかそういうことができない、行動してないのに申し訳ないみたいな感じで思ってしまってる人もいるのかなっていうふうに思ってですね、そういうことじゃないんですよっていうことを言いたいんですね。まあ、もちろんあなたは結果出したいと思ってるでしょうし、その結果を出す先にですね、出した先に、結果っていうのはまあ分かりやすく言えば、物販で言えば商品を仕入れてそれを販売して利益が取れるっていうことだと思うんですけど、その先にですね、その、欲しいものを買えたりとか、やりたいことができたり、安心が手に入ったりっていうことがあってですね、それをあなたが目指している、欲しがってるとは思うんですけど、でその手前にいろんなことがあります。時間がないっていうことだったり、障害ですね、ちょっと気持ちが、乗ってこないとか行動できないとか、そういうことがあって行動ができなくなって結果が出ないっていう、それよくあることですよね。私ももちろんあるし、それがですね、気にすることないっていうことですね。気にするなっていうか、それは改善しなきゃいけないんですけど、ダメだと思う必要ないよっていうことです。なぜかというと、やる気が出ないとか行動ができないっていうことを、実は行動してる人って乗り越えてるんですね。で、よっぽどそれを成功しないと死んでしまうとか、そういう状況に追い込まれてれば、やる気が出ないっていうことはならなくて行動してしまう人いると思うんですけど、そうじゃなくてですね、もっと手前の段階で、時間管理かもしれないし、あとはモチベーションを上げるときに、実はいろんなテクニックというか、技っていうとなんか違うんですけど、その考え方、マインド、やり方があるんですね。自分のやる気が出るスイッチっていうのを探してですね、でそれをトリガーとかって言うんですけど、それをあえてそれ自分が分かるとですね、それを刺激することによって、やる気が出る。例えば私だったら、海にサーフィンが好きなんで、海に行って波に乗るとですね、やっぱり楽しくてですね、気持ちがほぐれるっていうことと、仕事しなきゃっていう気持ちになるんですね。楽しい思いをして体を動かして、やる気に出るっていうことなんで、仕事がやる気が出なかったらサーフィンに行けばいいですね、僕の場合は。そういうふうに自分の、トリガーポイントっていうのを、探すっていうことで、行動っていうのは増やしたりもできます。モチベーションの場合はですね。で、時間管理とかっていうのも、これもですね、やっぱりかなり重要なテーマなんで、時間がないよっていう人は何かの時間を削るしかないんですけど、寝ないとかっていうのは単純すぎるんで、もちろん、そういう時によっては寝ないで仕事しなきゃいけない時もあるとは思うんですけど、単純に詰め込むんじゃなくて、時間が足りないって嘆くんじゃなくて、
やらないことを決めるっていうことが必要だったりもします。そういうふうにして、結果が出ないよとか行動できてないですっていう場合もですね、その手前の解決すべき課題があるだけの話なんで、何もやってないっていう場合であっても、それはそれでですね、実はそのリサーチをするとかっていうことだけがやることではなくて、その手前の課題なんですね。だから、その辺はですね、あんま気にしないで、やってチャレンジというか、そういうこともですね、もしメールとかで、ご相談いただければ、見てますんで、でそういうことも反映してまたお話できるかなというふうに思ってます。そういうことで、結果が出なくてもいいんだよっていうことで、そういう話なんですね。でですね、本当に言いたかったことはこの後、この続きがあるんですけど、じゃあどうやったら結果が出るかとか行動ができるかっていうことで、実は、これがですね、実は決断なんですね。決断が一番先にするんです。できるとかできないとか関係なしに、できるかなとか、ただ分かりやすくお金の月収とかで言うと、月収、じゃあ仮に30万とします。30万稼ぎたいとか稼げるようになれるかなとかっていうとですね、やっぱりやる気が落ちたったりしてしまったりですね、自然と成功はできないんですね。やっぱ苦しいかなと思います。で、実はこれはですね、稼げるように俺はなるとか、私はなるとか、なったとかっていう決めてしまうっていうことが大事なんです。どうやってって言われたら、その時決めた時は分からなくてもいいんですね。先に決めて、そういうふうになるっていうことです。でこれは以前もこう話したりしたこともあるんですけど、もうちょっと詳しく言うとですね、その決断っていうのはですね、もうちょっと言い換えると、立場っていう話にもなってきます。立場、例えばサラリーマンっていう立場、主婦っていう立場、父親っていう立場、いろいろあると思いますね。その先輩という立場、新人という立場、セルフイメージとか、自己イメージとか、アイデンティティとか、多少似たような意味かなと思うんですけど、自分に対してどういう、イメージを持ってるか、決めているか、感じているか、そういうところで、それに沿った行動をします。ですから、よく私がですね、私は脱サラをした時っていうのは月収で10万円ぐらいしかなかったんですね。その、副業でやってた仕事で10万円ぐらいしか稼いでない状態で会社を辞めたんですけど、それで、数ヶ月有給消化の間に、収入を上げて40万ぐらいまで持っていって、で、実際に会社を辞めてから4ヶ月目で100万円、5ヶ月目で200万かな、でそのぐらいの収入をゲットしました。で、それでですね、子供が、3人いまして、今は4人なんですけど、その状態で会社をいきなり辞めるっていう、すごいメンタル強いですねって言われるんですけど、実は強くはないんですね。自分に対する、立場っていうのは、3人の小さい子供の父親だったり、家族持ちだっていう立場だったり、サラリーマンの時営業マンをやってて、そこそこの収入はもらっていたんで、その貧乏ではないっていうところで、その家族を豊かな家庭の父親だっていう立場があったんで、それを落とすわけにはいかないですね。だから少なくたってサラリーマン以上の収入は得なければいけないし、それできるっていうふうに思っていたので、そういう行動を自然に取っていったっていうことになります。だから別に苦しくはないし、作業だけで言ったら苦しい部分もあるのかもしれないですけど、精神的に苦しかったりとかっていうことはあんまりなくてですね、自然とそういう行動をしていったっていうことになります。ですから決断、あなたがもし今、行動とか結果とかっていうものを求めるんだったら、まずは決断するっていうことが、これめちゃくちゃ大事でですね、で自分の立場を決めるっていうことです。今の
今の立場、例えばフリーターとかサラリーマンとか、ね、そういう立場を言うんではなくて、なりたい立場になるということですね。これは今とつながってなくても関係ないんですね。今が安月給で、バイトとか、サラリーマンで苦しい、時間がないサラリーマンとか、苦労してる従業員とか、そういうのじゃなくて、自分は自由な金持ちで社長だとか、海外を飛び回ってるとか、そういうふうにですね、自分がなりたい自分の立場だったり自分のイメージっていうことを決めてですね、毎日そういうことを、話すってことですね。毎日そういう口に出したりするっていうことです。そういうことでですね、自然と、まあ、決断が強くなっていって、本当に筋トレのみたいな感じで決断は強くなりますということで、結果が出なくても OK っていう話なんですけども、まあ、その結果とか行動とかそういう、まあ、上っ面の部分に気球するんじゃなくて、その手前が大事なんですよということで、その手前が、決断立場っていうのをしっかりできてれば、自然と行動はできてしまうものだし、気持ち的にも楽しくできますということで、今回のお話はこれで以上になります。ありがとうございました。